こんにちは。立山市立博物館学芸員の宮坂です。立山市立博物館では現在新収蔵資料展新しい資料のご紹介を開催しています。この展覧会では昨年度市内外の方からご寄贈いただいた1603点の寄付資料のほか、購入、移管、寄託などで新たに収集した資料の一部をご紹介しています。この展覧会では暮らしと産業、観光と交通、信仰と行事、戦争と人々、学びと文化、里見市と発見伝、ゆかりの人々、名誉市民醍醐敏郎先生の8つのコーナーに分けて様々な資料をご紹介しています。こちらにある黒電話のようなものは有線放送の電話機です。こちらの有線放送電話機は市内中里の薬師堂で保管されていたもので、令和元年房総半島台風で被災した建物を解体するにあたり寄贈を受けたものです。こちらのパンフレットには渚の家と書かれています。渚の家は昭和9年に当時の立山北条町の町営旅館として北条海岸に設置された旅館です。学びと文化のコーナーでは県立阿波南高校の60周年記念や市内の北条小学校にプールが完成した際の記念の手ぬぐいなどを展示しています。こちらは現在防南小学校となっている神戸小学校に昭和36年まで置かれていた須宮分校で配られた学級だよりです。こちらの学級だよりには折れ線が細かく入っていますが、これは寄贈者の方が新生児のへその緒を包む紙として使っていて、それが伝わったものです。こちらの担当は現在の南房総市千倉町にあたる阿波の国瀬戸に住んでいた刀鍛冶母壁正友が制作したことがわかる大変貴重な担当です。こちらのコーナーでは立山市名誉市民を務め令和2年に95歳で亡くなられた柔道家醍醐敏郎先生のゆかりの品々を展示しています。醍醐敏郎先生は大正15年に現在の立山市船形に生まれました。昭和26年に25歳で全日本柔道選手権大会に優勝、その後モントリオールオリンピックやロサンゼルスオリンピックで日本代表の柔道監督を務めました。平成18年には講道館最高位の10段に昇段されています。このほか戦国時代の里見市に関する古文書から少し昔の道具までさまざまな資料をご紹介しています。新収蔵資料展新しい資料のご紹介は5月28日まで開催しています。ぜひご観覧ください。